アメリカンホリックさんからおすすめの商品があるって聞いたんですけれども、はい、今日はですね、おしゃれなだけじゃない、機能性にも優れたアイテムを使って、7日間1週間コーディネートを、今回作っていこうと思います。1週間ですか？はい、楽しみです。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあまず、今回、4点ご用意しまして、まずはじめにカルゼソフトシャツという、商品でございますね。はい、こちらまずちょっと触っていただいて、ちょっと感触だったりとかを、はい、おお、すごく軽いですけど、なんかちょっと独特？そうですね、あんま触ったことない生地かもしれないですね。そうですね、カルゼ生地というものを使用しておりまして、まずこう程よい透け感と肌触りのいい質感、で後ろをこう見ていただくと、ここにギャザーが入っておりますので、女性らしさもより、際立つ商品となっておりますね。はい、そしたら次ですね、こちら UV カットのカーディガンでございますね。でこちらあの商品名の通り UV カットですので、日差しの強いこれからの時期ですとか、夜こう例えば肌寒い時間帯、あとはちょっとあの天気の、ぐずついた時にこう着ていただけるような、商品となっていますね。はい、とても軽いし、1枚は持っていたいっていうアイテムになりそうですね。はい、そうですね。でこちらも、素材がこのサマーニットを使用しておりますので、夏でも、快適に着用していただける、商品となっていますね。では続いての商品ですね、こちら、接触冷感ワイドパンツでございますね。はい、接触冷感ですか。はい、まず触っていただいて、確かにひんやり感じます。そうですね、手に取った瞬間、履いた瞬間にひんやりと感じるような素材を使用しておりますので、夏でも快適に、使用していただけますね。はい、確かにこれだと快適ですね。そうですね、はい、でワイドパンツというカジュアルなパンツではあるんですけども、こちら真ん中ですね、センタープレスが入っておりますので、カジュアルでもこう上品に履いていただける一本となっております。では最後に、ご紹介しますのは、ソフトシフォンプリーツスカートでございますね。でこちらもこれからの時期に履いていただける、ちょっと薄めのカットソーにもシャツにも合わせられる、とても便利な一品になってますね。はい、はい、これもちょっと触って思ったんですけども、そうですね、ちょっとあのひんやりする素材ですので、はい、はい、この夏快適に着用していただけるかなと思います。では先ほどご紹介した、こちらの4アイテムを使って実際に7日間コーデ組んでみました。皆さんどうぞご覧ください。組み合わせ次第で華やかに女性らしくていただきます。お手持ちのカットソーだったりとかシャツを使ってさらにアレンジをしていただくことでおしゃれを楽しんでいただけるかなと思います。ありがとうございました。いや本当にこの4つのアイテムを使って1週間コーデが組めるなんて本当にすごいですね。はい、ありがとうございます。ちなみに町田さん、はい、こちらの4アイテム、合計でいくらだと思いますか？だってシャツもあるし、はい、ニットもあるし、冷感って夏に向けた素材ももしっかり入ってるし、実際いくらですか？こちら4アイテムですね、合計9550円ですね。そうなんですか？はい、1万円を切るお値段となってますね。ちょっとびっくりですね。はい、じゃあ手軽にこういったコーディネートにも挑戦できるということなんですね。はい、そうですね。はい、はい、もし、こちらのコーディネートに迷ったらスタッフさんにもご相談してみてくださいね。ね、店長。はい、お任せください。はい、ということで本日はアメリカンホリックさんから夏におすすめの1週間コーディネートをご紹介いただきました。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。では今 YouTube をご覧の皆さんに一言メッセージをお願いします。はい、はい、私たちアメリカンホリックは、オンにもオフにも等身大で楽しめるコーディネートをご提案いたします。はい、チャンネル登録といいねボタンお願いします。ありがとうございました。